にもこんな場所があったのか。にしてもなんだこの装置、動くのか。俺も見つけた時は驚いたよ。まさかここまで綺麗な状態で残っているものがあると思わなかったからね。あの、スミオさん、ここ調べちゃっていいんですよね。何の施設かはわからないが、調べたところで困る人はもういないだろう。やったー。じゃあ早速ここのメインコンピューターやサーバーを調べさせてもらいますね。まずはエヌギアを有線でつないでと。どう、ネプギア、なんか面白いのあった？おーい、ネプギア、まさか私がネプギアに無視された？今ギアッチはとても集中しているようだから、あまり邪魔はしない方がいいと思うな。あれ、まさかここって。何何、何か分かったの？うん、てっきりここは通信系の施設かと思ってたんだけど、転送施設だったみたい。転送施設？ここにあるのはあくまで近隣の町同士を行き来する程度の装置。そしてあくまでも私の予想だけど、この装置を見る限りこの世界の科学レベルじゃ次元を超える装置はなさそう。やっぱりそうだよね。ごめんね、期待させちゃって。いいっていいって、それならまた別の方法を探せばいいだけだよ。え？この音はなんだ？これ、私のエヌギアの着信音です。けど、電波がないのにどうして。通信？誰から？あ、イースーさんです。お姉ちゃん、イースーさんから通信が来てる。本当？まさかイースーに次元を超えて通信できる機能があったなんて、ラッキーだよ。ああ見えてイースーは気が短いところがあるから、早く出ないよネプギア。はい、私です。あ、ネプギアさんですか。よかった、やっと連絡がつきました。ネプテューヌさんはご一緒ですか？はい、お姉ちゃんも一緒です。久しぶりだね。元気してた？お二人が無事なようで何よりです。突然いなくなるものですから心配したんですよ。ごめんなさい、何度もイースンさんに連絡を取ろうとしたんです。いえ、ネプギアさんが謝ることではありません。何せお二人は今別の次元にいるのですから。はい。ネプギアさん、どうして驚かないんですか？え、どうしてってどうしてですか？だってお二人は別の次元にいることが判明したんですよ。普通は驚くはずです。ふふん、甘い。甘すぎるよイース。こっちはすでに別次元にいることは予想済みなんだな。これがえへん。まさかネプテューヌさんがそこまでご自分の身に起こったことを予想していたとは。もしかしてどこか頭を打ちました？ちょっとイース、何気にそれひどくない？私頭なんてどこにもぶつけてないし、頭の回転が速いのはいつものことでしょ。ですがネプテューヌさんといえば最近ぐうたらしているイメージが強く、遊ぶことにしか頭を使っていなかったような。なんだ、ネプッチは元の世界でも相変わらずだったんだな。おや、そういえばそちらにいるのはどなたでしょうか？うずめさんとうみおさんといって、この世界で私たちがお世話になっている人たちです。うずめはね、この世界に
の女神様なんだよ。そうだったのですね。お二人がお世話になっているようで、なんとお礼を言えばいいものか。気にすんなって。おかげで賑やかで楽しいしさ。どうした？あ、いえ、すみません。なんだか昔の知り合いに似た印象でしたので。気にしないでください。あ、そういえば私としたことが自己紹介がまだでした。私の名はイストワール、プラネティーヌで教祖を務めさせてもらっています。イストワールにプラネティーヌ。ですか？もしかしてお体の調子が悪いとか。ああ、いや、すまね。なんでもないよ。初対面なのに心配かけて悪いな。うずめ、俺にも挨拶をさせてくれないか。お、そうだったな。悪い悪い。はじめまして、ウミオと申します。以後お見知りおきを。お二人がご迷惑をおかけしております。特にネプチューヌさん。いえいえ、もともとこちらは寂しいくらいだったからね。少しくらい賑やかな方がちょうどいいさ。そう言っていただけるとこちらとしては安心します。なんだろう、この保護者同士のような釈然としない会話。俺たちはガキかなんかかよ。俺にとってのうずめは子供みたいなものだよね。え、俺ってウミオの子供だったのか。衝撃の事実発覚だよ。うずめが巨人ならぬ巨神だったなんて。なら俺ってエラ呼吸もできるんじゃないか。これなら魚どころかエビやカニも取り放題だ。やったぜ。じゃあ今夜は豪華にカニ鍋だね。ほーい、やった。俺は比喩として言っただけなんだけどな。ウミオさんも苦労しているんですね。神地をご察しします。ところでインスンさん、元の世界に帰る方法を知りませんか？私たちだけじゃ全然方法が思いつかなくて。それでしたら安心してください。ネプギアさんのエヌギアを仲介して、そちらの世界の転送装置とこちらの転送装置をリンクさせることで、お二人を転送させることが可能です。イズン、いつの間にかハイスペックになって、私も鼻が高いよ。ただその代わりエネルギーとしてこちらの世界のシェアを大量に消費するので、その点はご了承ください。耐えれるんだったらそのくらい余裕余裕。ネプギアが頑張ってくれるもんね。私だけ？何バカなこと言ってるんですか。それこそネプチューヌさんのお仕事ですよ。帰ってきたらみっちり働いてもらいますからね。なら私ずっとこっちの世界にいようかな。そんなこと言わないで帰ろうよ。私も手伝ってあげるから一緒に頑張ろうね、お姉ちゃん。本当に手伝ってくれるの？ギアさんはいつもそうやってネプチューヌさんを甘やかすんですから。でね、インスン、私たち実はもう転送装置があるところにいるんだよ。本当ですか？けどこの装置あくまで同次元内の空間転送しかできないみたいなんです。それでも大丈夫なんですか？はい、
転送装置であれば何でも問題ありません。では今つながっている転送装置を使わせていただきますね。なんかあっさり帰れそうな感じだな。そうだね、早く帰りたいと思ってたけど、いざこうしてみると名残惜しいよ。そうだな、いつかはそうなると思ってたが、まさかこんなに早くまた一人になるとはな。あ、そっか、私たちが帰ったらまた一人ぼっちになっちゃうんだけどさ、出会ってたった数日だったけど、すっげー楽しかったぜ。ギアッチも元気でな。せっかく手伝ってもらったのに、この世界のこと何もわからないままで。ギアッチが気にすることじゃない、あとは俺が気長に調べるさ。あれ、おかしいですね、そちらの装置にアクセスできません。もしかしてイースンさん、装置を調べるのでちょっと待ってください。やっぱりこの装置壊れてます。そうですか、それは困りましたね。装置が使えないとすると他に方法が。なら私が直します。調べてみないと分かりませんが、見た感じあまり損傷はないみたいなので、多分できると思います。強いとは思ってたけど、こんなものまで直せるなんてすげえな。なんてったって、私の自慢の妹だからね。ちなみにネプッチは何が得意なんだ。私はね、お願いします。おそらく今と同じような環境であればエヌギアで通信ができるはずです。わかりました、それでは修理が終わったら連絡しますね。俺たちに手伝えることはあるかい。ひとまず装置が故障している原因を調べてみようと思うので、皆さんは自由にしていてください。またまた、本当は手伝ってもらいたいのに遠慮しちゃって。レールほどじゃないけど、ここの搭載のゲーム機に熟知した私にかかれば転送装置の分解くらい楽勝だよ。ここでかっこいいところを見せれば、きっと私の有能さをみんなが分かってくれるはずだよ。どうやらさっきのことネプッチなりに気にしていたようだね。割とお姉ちゃんにはおとなしくしていてもらいたいかも。そういうことだから、こっちはギアッチに任せて、俺たちは他を調べてみようぜ。ネプギア、どう？動きそう？仕組みになってるんだ。この配線は何だろう。おーい、ギアッチ！
8988って書いてある。88年生の基板なんて超レアだよ。そうだ、ここをこうしてちょっといじれば、この基板は使わなくても済むから1枚くらいもらっちゃってもいいよね。代用できそうなものがあるかもしれないけど、エネルギーはどうするんだ。パーツの替えが見つかってもエネルギーがないんじゃ動かないぞ。それについては後からだ。今考えたって正直思いつかねえよ。そうそう、もしかしたらパーツ探してる時に解決策が見つかるかもしれないしね。そういうこと。まずはパーツを探しに行こうぜ。どこにもないね。他にも似たのがあると思ったんだがな。とりあえず飯でも食って午後はもう少し遠くに行ってみようぜ。俺もう腹ペコでさ。お昼ご飯どうする？そういえば、そろそろいい時間ですね。うずめさんは何か食べたいものありますか？やっぱ肉だな、肉！肉食わないと力出ないしな。お姉ちゃんは？お肉もいいけど、私的には甘いスイーツをお昼ご飯兼おやつにする案を提案したいな。スイーツもいいかも。スイーツといえばやっぱりクレープだよね。うずめ的にはホイップクリームたっぷりのいちごチョコバニラが好きかな。いちごの甘酸っぱさとチョコレートの甘さのバランスが絶妙すぎて、もう最高なの。材料だけでもいいから、どこかに残ってないかな。けどあんまり腹が減ってないしな。俺はネプッチの案でも構わないぞ。まったく、今さら隠すものでもないもの。じゃあお昼はクレープに決定。早速材料が残ってないか探しに行こう。
くにスーパーだった建物があるから行ってみようぜ。やっぱり可愛いのに無理してカッコつけてる娘さん可愛いかも。いつか娘さんをプラネタワー通りのクレープ屋さんに連れてってあげたいな。あの端末はもしかしてやっぱりオンライン端末だ。もしかしてなんか見つかるかも。あった、やっぱりこのファイルだ。わかるような、わからないような。何を調べているんだ？あ、娘さん。この世界や国についての情報を、って、前に調べてるって言いませんでしたっけ？ああ、そうだったな。悪い悪い。で、調子はどうなんだ？いくつか記録は見つけたんですが、部分的にデータが壊れていて、何が何だかさっぱりです。ディアッチはそれを調べて何をするつもりなんだ？ただ気になるんです。この世界が何なのか、なんで滅びようとしているのか。私の予想ですけど、この記録にこの国が、そしてこの世界が滅んだ原因が書いてあるんじゃないかって思うんです。それが分かったからって私ができることは何もないかもしれないけど、それでも知りたいんです。そうか、ギアッチならこの監獄のような世界から解放してくれるかもしれないな。監獄ですか？何度もこの監獄から出ようとしたけど無理だったんだ。あの青い空が懐かしいものだ。ギアッチなら得意点になってくれるのかもな。娘さん。おっと、変な話をしてしまったな。今のは忘れてくれ。じゃあな。監獄か。娘さん、やっぱりこの世界にいるのが辛いのか。おい、ギアッチ！起きろ、ギアッチ！あれ？うずめさん、どうしてここに？さっき向こうに行ったはずじゃ。何寝ぼけてんだ？こっちにインターネットにつなげそうな端末があるかもって言ったっきり、戻ってこないから迎えに来たんだぞ。そうだったような。それで何か見つかったのか？はい、この記録を見つけることができました。何何？何かわかるのか？あれ？さっき見たのと何か違うような。けどデータはちゃんと見えるし、私寝ぼけてたのかな。おーい、ネプチ、瓦礫の中からこんなの見つけたぞ。ほれ、おお、誰もが知る超有名シューティングゲームのデッドコピー品、ゼビ
スの牙！知ってんのか？知ってるも何も！オリジナル版のメーカーが仕掛けた隠し操作トラップに引っかかって見事に偽物だってバレたのが超有名タイトルだよ！へえ、ヌプッチはゲームに詳しいんだな。そしてこっちはペンタだ！このお粗末なペンタのロゴシールを剥がすと、ほらやっぱり正規の開発メーカーのロゴが出てきた。そうだ、ネプギアにも見せてあげよう。おーい、ネプギア、珍しいの見つけたよ。おーい、ネプギアってば。はじめさんとお姉ちゃんすごく楽しそうけど、それももうすぐ終わっちゃうんだよね。私たち娘さんを残して帰っちゃっていいのかな。でも私もお姉ちゃんも帰らなきゃいけないし。どうしたんだろう、聞こえてないのかな。ネプチ、最近ギアッチ変じゃないか。やっぱウズメも気づいてた。ネプギアって性格が真面目すぎて何かあった時は思い詰めやすいんだよね。ネプッチとは真逆なんだな。それもしかして私が不真面目だって言ってる？うん。何よって反論したいところだけど、自他ともに認めるそういう性格なんだよね私。とりあえずなんで悩んでるかネプギアに聞いてみよっか。ネプギア、ちょっといい？あ、お姉ちゃんどうしたの？なんかネプギアの元気がないみたいだからどうしたのかと思ってさ。悩みがあるなら聞いてやるぞ。悩み、心配させてごめんね。けど私なら大丈夫。それが全然大丈夫そうに見えないんだって。なんで私がお姉ちゃんやってると思うの。ネプギアのことなら誰よりも知ってるつもりだよ。なあギアチ、今のお前ひどい顔してるぞ。そうかな。じゃあちょっと向こうで顔洗ってくるね。逃げられちまったな。原因は分からずじまいか。多分私たちには言いにくい悩みがあるんじゃないかと私は予想するね。例えばどんなのだ。わかんない。ならギアッチの元気が出そうなものでもプレゼントしようぜ。ネプッチなら知ってるだろう。ネプギアの好きなものか。こう見えてメカオタだからな。ネプギアの悩みを吹き飛ばすほどのすごいのがあればいいんだけど。無限の力を備えた文明すら滅ぼすほどの超巨大ロボットでもあれば喜ぶこと間違いなしだよ。たとえだとしてもそんな物騒なもんお断りしたいね。娘としては巨大ロボットとかよりもやっぱり可愛いのがいいと思うな。見たことないけどきっとギアッチの部屋には可愛いぬいぐるみがいっぱいなんだよ。しかも一つ一つちゃんと名前をつけ
ていて、夜眠る時とかにお気に入りのぬいぐるみを抱きしめて寝てるの。で、お気に入りのぬいぐるみがないと眠れないからって涙目でね、プチのベッドに潜り込んでくるの。超燃えない？きっとそうだよ。だからギアッチにはロボットが似合うと思うぞ。なんて言ったってロボットはかっこいいからな。つまりロマンだ。まったく、うずめときたな。だがそんなもの見たことないぞ。かといって実際にあったらあったで物騒で嫌だけど。こういう時はやっぱりゲームに限るよ。どんなに思い詰めていたってみんなで一緒に遊べば悩みだって吹き飛ぶって。なるほど、物より思い出というわけだね。ネプチらしくていいと思うよ。それなら俺も賛成だ。パーツ探しは一旦やめて、今日はゲーセンで遊び倒そうぜ。じゃあどこに行くの？ここさっきも来たよね。パーツ探しは一旦お休み。息抜きしにゲーセンに行くんだ。ゲームセンター？けどパーツを探さなきゃ。ギアッチは少し真面目すぎんだよ。デカブツも倒したんだし、ちょっとぐらい遊んだって誰も文句は言わねえよ。なあネプチ、文句を言う人がいたらこの私がネップネップにしてやんよ。それにしてもゲーセンか。クレーンゲームには可愛いぬいぐるみがあるとうずめ的には嬉しいな。それにゲーセンといったらやっぱりプリントシール機だよね。やっち一緒に撮ろうね。すんともいいやしない。壊れてるものはしょうがないよ。他にゲーセンはないの？ゲーセンか。この町以外はろくに探索したことなかったからな。ウミオ、お前は知らないか？この辺りのゲーセンはどこでもこんな状態だね。むしろ俺が知っている場所ではここが一番マシなくらいだ。お前詳しいんだな。シェアクリスタルを探すためにこの町の建物はほとんど調べ尽くしたからね。なら隣町に行けばいいと思うです。うわぁ、おぉ、横虫じゃん。久しぶり。こんなところで会うなんて奇遇だね。って話だったな。そこに行けばゲーセンがあるのか？僕たちの仲間が隣町のゲームセンターに住んでいるのです。前に遊びに行った時はゲームで遊ばせてもらったのです。それなら早速隣町に行こうぜ。もしかしたら転送装置のパーツも見つかるかもしれないぜ。してくれると嬉しいかな。なっちゃって。大丈夫、まだまだ頑張れます。プリン、プリン、セーブ。
聞いていた話とだいぶ違うぞ。おかしいのです。ここには地獄の登坂たちが住んでたはずなのに。おーい。あ、登坂さん、これはどういうことなの？みんなは無事なの？それが困ったことに、ちょっと前から凶暴なモンスターが住み着いちゃって。けど安心して、みんなは無事よ。よかった。よし、ならあとは俺たちに任せろ。うずみさん、お願いしていいの？曲がりなりにも俺は女神だぜ。こういう時こそ俺の出番だ。どうせ住み着いたモンスターって言っても外でうろついてるような奴らだろ。そんな雑魚なんだ俺の相手じゃねえよ。かっこよく解決してやるから、見てな。ほんとありがとうございます。礼なんていらねえよ。それにこんな状況じゃこっちものんびりゲームできたもんじゃないしな。娘さんたち、ここには遊びに来たの？ああ、そうさ。だからモンスターを倒したら一番面白いゲームを教えてくれないか？そのくらいお安い御用です。とう！よっ！えい、とう！はっ！えい、とう！よっ！なんだこれ？アイテムだな！はっ！行くぜ！行くぜ！よっ！トーン！行くぜ！行くぜ！てめえが俺の相手か？やっ！逃げるかな？ダッシュダッシュ！俺の番だな。見せてやるぜ、俺の本気。かっこよく決めちゃうよ。いくよ。とりゃー、うにゃー。なんだぞ。ぐるぐるにしてやるよ。よし、嬉しい。トウ、アイテムだな。やった、奇襲成功です。攻撃獅子粉塵、うわぁ、トウちゃん。癒しの力よ。俺の番だな。ふざけんな！今をかけさせやがって。この勝負、俺の勝ちだな。はっ！えい！とう！えい！行くぜ！よし、こんなところか。
娘ったら飛ばしすぎだよ。私はもうヘトヘト。なんだねプチ、このぐらいでバテるなんてだらしないぞ。娘が張り切りすぎなんだってねえネプギア。私は別にこのくらいは慣れてるよ。ネプギアが裏切った。最近ネプッチはゴロゴロしながらプリンばかり食べていたからね。うずめさん、ありがとう。一族を代表して礼を言わせてもらうよ。礼なんていいって。お前らだって何度もシェアクリスタルを見つけてきてくれただろう。困っているときはお互い様だ。あ、これって地獄のトサカからのシェアです。やったねウズメ、ここでもシェアゲットだよ。もしかしてギャルゲーのヒロインの好感度みたいにモンスターたちの好感を得るとシェアが得られるのかもね。だけだ。なんだ、何事かと思って心配しちゃったよ。まったく、娘ったら人騒がせなんだから。悪い悪い。はい、これ。これってプリンだよな。そんじゃそこらがプリンと思ったら大間違い。プラネテューノの女神である私が朝からずーっとポケットの中で温めた優しさ半分、女神の加護半分のとっておきなプリンなんだよ。お、おう、だから生温かいのか。さて、それではゲームの筐体がある場所に案内してもらえるかな。それなら向こうにあるわ、ついてきて。逃げられたか、すばしっこい集め。ネプギア、そっち行った。お願い。うん、任せて。やったよお姉ちゃん、ヘッドショットが決まった。やっぱりネプギアはうまいね。まさか2ステージ連続 MVP だなんてびっくりだよ。そうかな。またまた謙遜しちゃって。私の自慢の妹なんだから、もっと自信を持ちだよ。よし、次のステージこそは俺が MVP を取ってやるぜ。何よ、次こそは私が MVP 取るんだからね。うずめさん、すごく楽しそうですね。こんなに楽しそうなうずめさん、初めて見るかも。今までデカブツのことばかりだったからな。俺もあんなにはしゃぐウズメは実に久しぶりだ。やはりウズメはあの顔の方が似合う。ねえネプギア、うまく当てるコツとかあるの？あるなら私にだけこっそり教えてくれないかな。ね、打つときにはこうやって脇をしっかり締めて狙いを定めるな。そうすることで照準がブレずに。おい、ネプッチだけずるいぞ。俺にも教えろよ。いいですよ、じゃあ娘さんもお姉ちゃんと一緒にこっちに。お、どうしたギアッチ。世界の問題を全部解決して私たちの世界に来てもらえばいいんだよ。それならみんなお別れ
れしなくても済むよね。いやー遊んだ遊んだけどゲームってのはみんなで遊ぶとこんなに面白いんだな。こんなに楽しんじゃ毎日でも来たくなるぜ。そうですね、また一緒にゲームセンターに行きましょう。どうやら作戦成功みたいだね。ゲームで立ち直るなんてそういうところはネプッチの妹って感じだな。何のことですか？なんだ？うずめ、あそこだ。向こうに何かいるぞ。こんなやつが隠れてたのか。あのシルエットにあの装備、多分軍用の制圧兵器です。フレームの規格からの推測ですけど、おそらく AI も2世代前のものが使われていると思います。けどあくまでそれは私たちの世界での場合、もしかしたら何か特別なプログラムや武装が組み込まれているかもしれないので気をつけてください。いつものネプギアに戻ったようだね。まあ何を言ってるのかさっぱりわからないけど、けど迷いを捨てたネプギアの強さは私が保証するよ。ならこんなガラクタなんだ、さっさとスクラップにしてやろうぜ。覚悟。内装損傷、損傷低、獅子粉塵、内装損傷、ごめんなさいだろ。内装損傷、ほっていきます。損傷低、内装損傷、待ってましてください。待ってました。いくよ。任せろ。ターゲット確認、はい。俺が全部終わらせる。警告、フンス、内装損傷、どっかー損傷低、任せてください。パンサーブレイド、警告、キャー、ターゲット確認待ってました。クラスコンビネーション、警告、警告、俺が全部終わらせる。邪魔だ。内装損傷、ゴーシャー、損傷低、エプギアンダム、いっけー。何なんですかこのロボットは。よーし、とどめー。警告、ターゲット確認、かかった。何をしようかな。敵のバランスもみんなまとめてぶっ壊すよ。警告、それ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 、警告、やっとー。よし、もう一度行きますか。警告、獅子粉塵、めんどくせー、直接ぶん殴る。警告、よし、ほっていきます。警告、外装損傷、損傷軽、警告、ターゲット、そんなの虚偽。使わせてもらうぜ。何をしようかな。警告、一戦、損傷軽、外装損傷、損傷甚大、俺の番だな。行くぜ。私が合わせますね。警告、本気で行きます。この戦いを終わらせるために。警告、わあ、私にも出てきた。やったことあるんですよ。
磨きがかかっちまったな。はあ、見かけ倒しだったな。ねえお姉ちゃん、このロボット解体してもいいかな。いいけど散らかしちゃダメだからね。うん、わかった。どこから解体しようかな。やっぱり胸部からかな。それとも頭？けど足から順番にってのもいいよね。戦闘後第一声が解体ってのもすごいな。メカオタのところがデプギア唯一の個性みたいなものだからね。直せるんだね。うわーい、やったー。そうだ、他にも何か掘り出し物があるかも。他の場所も分解してみようっと。遊びに来たはずが、とんだ拾い物だったな。だな、ギアッチも元気になったし、来てよかったぜ。に帰れるぞ。けどこっちの世界に来ている間に仕事が溜まってると思うと素直に喜べないんだよね。はあ、僕ごと言うイースの姿が目に浮かぶよ。それはこういった姿ですか。そうそう、そんな感じで。修理が終わったからイースンさんに連絡をしたところだったんです。ようやくお二人が戻ってこれると思って期待して通信を受けたら、まさかネプテーヌさんが私に対する口を聞くことになる。ご希望でしたらこちらはネプギアさんと私に任せて、このままずっとそちらの世界にいてもいいんですよ。やだなイースン、あれが私の本音なわけないじゃん。ほら、今プラネティウナで流行りのネプリカンジョークってやつだよ。なんですかネプリカンジョークって。まあいいでしょう、お説教するにもまずは帰ってきてもらいませんと。さて、装置が治ったとなると次はどうエネルギー問題を解決するかだね。それなら、こいつらは使えないのか。それって、シェアクリスタルですよね。そんな貴重なもの使えませんよ。そうだよ、それがなきゃ
うずめは女神化できないんだよ。大丈夫だって、ネプッチたちのおかげでデカブツは倒せたし、あとはポットでの紫ババアだけだろ。それに少しとはいえモンスターからシェアを得られるようになったんだ。今さらこんなに必要ねえよ。必要になったらなったでまた集めればいいだけだしな。いいだろフミオ。あ、それがいい。俺も賛成だ。ありがとう、娘。娘のことは絶対忘れないからね。ああ、俺もだ。ネプッチたちのことは絶対忘れない。ではネプギアさん、私の指定する座標を N ギアに入力してください。後の受験官転送の制御は私が行います。イースンさん、帰るのもうちょっとだけ待ってもらえませんか？突然何を言い出すんですか、ネプギアさん。まさかネプチューヌさんの怠け癖がネプギアさんにまで移ってしまっただなんて。真面目なネプギアさんだけが救いだったのに、ネプギアさんがネプチューヌさん化してしまっては歴代の女神様たちに合わせる顔がありません。もしかして私、ディスられてる？いえ、私はただ娘さんのお手伝いを最後までしてから帰りたいんです。娘さん、私、あなたを最後までお手伝いします。だから、マジェコンヌを倒して全部解決したら一緒に私たちの世界に来ませんか？そこならお姉ちゃんもいるし、美味しい食べ物だってゲームだってあります。だから一緒に行きませんか？あ、なんだそういうことか。ネプッチといい、ギアッチといい、ほんとこの姉妹は優しいんだな。こんな俺のためにそこまで悩んでくれてさ、ありがとよ、ギアッチ。じゃあ、お前の気持ちは嬉しいけど、ごめん、一緒には行けねえ。どうしてですか？こんな誰もいない世界に一人ぼっちだなんて寂しすぎます。こんな世界だからだ。それに何が起こるか分かったもんじゃねえ。だから帰れるうちに帰りな。そんな、なんだこの音は。これはおそらく外からのようだ。モンスターどもよ、こんな建物壊してしまえ。私の計画を邪魔した者たちを逃してたまるものか。ちっ、やっぱりてめえ。せっかくネペギアとウズメのいいシーンだったのに、どうしてぶち壊しにしちゃうかな。あの真面目でシリアスなシーンを私の渾身のギャグでブレイクしてやろうかと思ってずっとタイミングを見計らってたのに。言っておくけど、シリアスブレイカーの二つ名はマザコングにはあげないんだからね。誰がマザコングか。それにシリアスブレイカーなどそんな不名誉な二つ名などいらん。じゃあ目的は何なのさ。もしかして私から主役の座を奪う気？新次元デストロイヤーマジェコンヌか。
貴様を倒して主役の座を奪うのも悪くはないな。メギザー、新次元デストロイヤーマジコンヌーだってさ。ブブブブーな、ダメだよお姉ちゃん、本人は真面目なんだから笑っちゃう。けど今時デストロイはないだろ。デストロイはきっと本人は破壊者を名乗りたかったんだろう。しかし今時このセンスはちょっとな。うるせえ！いちいち上げ足を取り寄って許さんぞ貴様ら。キャー責任して恥ずかしがってるマジッチかわいい。お姉ちゃんそろそろやめてあげなよ。あの手の痛い人って切れると何をするかわからないんだよ。その通りだ。いい年してあの見た目、まさに見える嫌いと言えよ。最近の若者以上に切れたら何をするか分かったもんじゃない。デリケートに扱わねば。僕も人のことを好き勝手言ってくれたな。今日は邪魔をして貴様らを絶望のどん底に突き落とすつもりだけだったが、気分が変わった。今すぐに始末してやる。絶望のどん底、絶望のどん底だってさ。ゲーム以外で使う人初めて見たよ。おかしい。どうやらネプッチの煽りも大概だが、おばさんの煽り体制のなさも問題のようだ。貴様、これ以上の侮辱は許さんぞ。行けモンスターたちよ。小娘ともども建物を壊してしまえ。みんな頑張ろうね。何をしようかな。生きれるかな。獅子粉塵見せてやるぜ俺の本気。嫌がれ。どうした貴様らの実力はこの程度か。数が多すぎる。一旦建物の中に逃げるんだ。あんなポットでのやつに背中を見せろってのか。そんなの格好悪すぎだろ。うずめ、落ち着くんだ。あいつの目的は転送装置を破壊してネプッチたちをこの世界から出さないこと。
だから正直に戦わなくてもネプッチたちさえ逃がせば俺たちの勝ちだ。なるほどな。そういうことならさっさと切り上げだ。ネプッチ、ギアッチ、撤収だ。早く転送施設に入れ。ネプ？けどまだモンスターが。作戦変更だ。詳しくは後で話す。今は早く中に入るんだ。これなら当分は入ってこれないだろう。もう最後の最後であんな大軍を引き連れて襲撃してくるなんて、あのおばさん性格悪すぎだよ。けどあんなにいるのにどうすれば。何、ギアッチが気にすることはねえよ。今からお前らを転送する。早く装置に入ってくれ。いやいやいや、ダメだって。あんな大軍がいるのに置いていけないよ。大丈夫だ。デカブツに比べれば数が多いだけの雑魚なんだ。大したことないさ。どうやら扉が破られたようだね。時間がない。二人とも転送装置、そしてギアッチはイストワールに転送の合図を。それなら準備は整っています。皆さんの状況はこちらでもエヌギア経由で把握しています。よし、二人とも入ったな。まさかこんなに慌ただしいお別れになるとは思ってもいなかったが、向こうの世界に戻っても元気でな。お前らが行ったら適当に逃げるさ。見つけたぞ、小娘ども。もう来やがったか。じゃあな、ネプチ、ギアッチ。それでは転送始めます。チュ、今からでは止められんか。ならば貴様だけでも死ぬ。帰ってこれて何よりです。
私のことなんかどうでもいいよ。それより今はイーズンだよ。どうしちゃったのさ。お恥ずかしながら少々スペック以上のことを頑張ってしまい。イーズン、そこまでして私たちのことを。ところでネプキア、ショートして故障。どうしよう。ちょっとネプコ、何帰ってくるなり騒いでるのよ。心配してたんだから挨拶くらいしに来なさいよね。アイちゃん、ナイスタイミングだよ。ちなみにこの子はアイちゃん、ここプラネテューナの諜報員にして私の昔からのお友達なんだ。ちょっと何よ、気持ち悪い。そんなに私に会いたかったの？アイちゃん！こらこら、だから泣かないの。そして鼻水くっつけるな。だってだってイスが、イストワール様が、イストワール様？ちょっとネプコ、これは一体どういうことなの？それがカクカクチカチカの、カクカクうまうまなわけね。おお、さすがアイちゃん、これで通じるとは心の友よ。心の友かどうかはこの際どうでもいいとして、今はイストワール様をどうにかしましょう。ネプコ、イストワール様を運ぶの手伝ってちょうだい。さて、ひとまず寝かせたけど、これは困ったことになったわね。コンパを呼んだけど、果たしてイストワール様に私たちと同じ治療が効くかどうかね。始まったことじゃないですから。さて、今回もひょっこり帰ってくると思ってたです。なんだろう、ここ信用されてるんだか雑に扱われてるんだか微妙な反応。この子はコンパ、アイちゃんと一緒で私のお友達なんだ。職業はまだ新人だけどナースで、公立の病院に勤務してるんだ。急に呼び出して悪かったわね。アイちゃんの頼みならこのくらいお安いご用です。久しぶりにネプネプにも会いたかったですし。早速だけど、イストワール様を見てくれるかしら。状態はさっきメールで伝えた時と変わってないわ。人工生命体ですよね。そうそう、確か SC だったか SG だったか、そんな感じの女神様ね。なら、イースンさんの取扱説明書とかないですか？あるならそれに直し方が書いてあると思うです。取扱説明書って他にそんなものはないんじゃないかしら。そうそう、可憐じゃないんだから、取扱説明書なんかあるよ。取扱説明書あるよ。って、
本当にあるのね。うん、確か前にイースンが取り扱い説明書がどうこうって言ってたのを覚えてるよ。でしたら、まずはそれを探すです。説明書が見つかったわけだけど、故障かなと思ったらのコーナーが多すぎて探すのに時間がかかりそうです。ナラさん、この簡単診断シートをやってみようよ。該当する症状に対してイエスかノーで進めていくやつ。始めるよ。意識がない。イエスです。次は体が冷たくなっている。これはノーね。じゃあ次、自動で再起動を何度も繰り返している。これもノーだよね。次はスペック以上のことを行った。なんだろう、このピンポイントな質問。で、実際はどうなのよ、ネプコ。そういえば、イースンが気を失う前にスペック以上のことを頑張ってしまったとか言ってたような。さすがイースンさんです。ダイイングメッセージとして残してくれているです。こらこら、コンパ勝手に殺しちゃダメだって。ってことはイエスで進むと、あんたショートしてます。三四郎のニューコンパッチを当てましょう。気合で復活します。だって気合で復活しますって、ずいぶんいい加減な修理方法ね。けどこれしか頼れるものがないなら、これを見つけるしか手がないです。そうね、そういうわけだから、ネプコ帰ってきて早々悪いけど、探しに行ってきてちょうだい。アイちゃんは来てくれない感じ？ついていってあげたいのは山々なんだけど、さすがに境界を開けることはできないわ。ただでさえ女神の転換期で物騒な空気してるし、何かあってからじゃ問題だわ。なら私が境界に残るからアイちゃんが行ってくるってのはどう？物探しならアイちゃんの方が得意だよね。そうなんだけど、教会や国内で大きなトラブルがあったときはどうするのよ。今まではイストワール様が何とかしてくれてたものの、あんたにその代役ができるっていうの？それは他の国ならそこんとこは女神様が処理してくれるけど、あんたができないんじゃ私が残るしかないじゃない。ついてきてくれるよね。私もついていきたいのですが、イースンさんに何かあるといけないですから。ネプネプ頑張るです。なんとなくそれは察してたよ。
こっちでも情報や手がかりは探してあげるから、何か情報を手に入れたら連絡するわ。だからたまにはイストワール様のために頑張りなさい。さて、手がかりを探すにもどこを探せばいいんだろう。イースンがいないとネペギアを助けに行くこともできないし、急がないと。でも探し物って苦手なんだよな。だったら少しくらい私たちを頼ってくれてもいいんじゃないの。え、おかえりネプチューヌ。おかえりなさいネプチューヌさん。ノワールにユリちゃん、どうしてここに。あなたがまたトラブルに巻き込まれてイストワールが倒れたから力を貸してくれってアイエフから連絡があったのよ。おー、さすがアイちゃん、気が利く。あれ、それにしては来るの早くない？ね、別に今はそんな細かいことはどうだっていいでしょう。今重要なのはイストワールのことで。わかった、きっとノワールのことだから。私に会いたくてマッハで飛んできたんでしょ。誰があなたに会いたくて飛んでくるものですか。私はただ同じ女神としてあなたに協力してあげようと思って。またまた、ノワールは素直じゃないんだから。別に私はあなたが帰ってこなくたって別に寂しくなんてないんだからね。さすがネプチューヌさん、お姉ちゃんの図星をついてる。それにしてもネプギアは何一人取り残されてるのよ。それなのに相談の連絡もくれないなんて、心配しているこっちの身にもなりなさいよね。寂しがりや。だからこんなところで変なこと大声で言うのはやめなさいってば。あっ、いった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 。ああ、ノワールが一般人をこけさせた。誰のせいだと思ってるのよ。ごめんなさい。あなた怪我はない？あ、はい、私は大丈夫です。あなたの方こそ怪我はありませんか？私もこの通り平気よ。ほんとごめんなさいね、連れが変にはしゃぐものだから。いえ、こちらも少し考え事をしていたので。お相手です。言ってもらえると助かるわ。それじゃあ私たちはこれで。今の人ってもしかしてネプチューヌ様とノワール様？まったく、あなたのせいで迷惑かけちゃったじゃない。それはどう見てもノワールがよそ見してたのが悪いんだってば。ワールさんを助けるのが先だと思うんですけど。あ、そうだったそうだった。三四郎の入魂パッチってのを見つけなきゃいけないんだけど、ノワールはどこにあるか知らない？三四郎の入魂パッチね。アイテム自体は聞いたことないけど、三四郎ってのはプラネティウヌの偉人よね。ならプラネティウヌのどこかにあるんじゃないの？それが分かれば苦労はしないよ。じゃあ手分けして探しましょう。2時間後にまたここで。ユニ、行くわよ。あ、いやー
さすがノワール。口ではなんだかんだ言ってても手伝ってくれるなんてまさにずっつんでるって感じだね。とりあえず私も探してみようっと。じゃない、帰ってきてたのね。ちょうどさっき帰ってきたばかりなんだ。それでブランに協力してもらいたいことがあるんだけど。事情は察したわ。そういう時は本で調べるに限るわ。古い文献か何かにそういった記述があるんじゃないかしら。さすがブラン、このデジタル社会の中で本に目をつけるなんてナイス着眼点だよ。調べ物くらいなら手伝ってあげるわ。だからあなたも頑張って。ブランが手伝ってくれるなら百人力だよ。それじゃあまたね。にしても本か、どこか本が置いてそうな場所。よし、早速行ってみよう。いらっしゃいませ、本と言ったらやっぱりコンビニだよね。コンビニコミックスコーナーはこれが将軍リクエストのミニモンでござるな。しかし、レジは二人とも女性。これは困ったでござる。なんか忍者みたいのが本コーナーの隅っこでブツブツ言ってる。さすがゲーム業界、いろんな人がいるんだね。あった！おお！ユニコさんティンとユブラの新刊が出てるじゃん！ヒュー！欲しいのは漫画じゃなくてこっちこっち。やっぱりこういう時はネプネプミステリー調査班こと LMR だよね。とりあえずこれと食玩のおもちゃを箱に入れてっと。お会計お願いします。今情報を集めて全力疾走している私はプラネテューヌを守護するごく一般的な女神様。強いて違うところを挙げるとすれば、女神化前と女神化後の姿がすごく違うことかな。名前はネプテューヌ。そんなわけでショーとして寝込んだイースンを助けるためのアイテム情報を求めて公園にやってきたのだった。ふと見るとベンチに一人の若い男が座っていた。語らないか。よくわからないけど、パッと見残念イケメンのお兄さんと話をすることになった。で、お兄さんは私と何のお話がしたいの？ことの場合によっては通報しちゃうけどね。安心したまえ。あいにく君は私のストライクゾーンの外にいる。それで話したいことというのは、この国の女神ネプテューヌ様のことだ。聞けば最近は公務にも姿を見せず、引きこもって遊んでいるそうではないか。しかも数年前から胸が全くと言っていいほど成長していない。つまりペタンコのままだ。ともかく前者は何か事情があってのことじゃないかな。ほら、体調を崩したとか、お仕事でどこか遠くに行っていたとかさ。なるほど、そういう考え方もあるのか。お兄さんってネット上の書き込みとか真に受けるタイプでしょ。だから女神様を疑ったんだね。
ぜそれを。だってお兄さんそんな顔してるもん。けどそんな根も葉もない噂を信じちゃダメだよ。偉い人も嘘は嘘であると見抜ける人でないと、かっこ掲示板を使うのはかっこ閉じ難しいって言ってるし、お兄さんはもう少し自分の考えに自信を持った方がいいと思うな。悪意のある人が面白半分で変な噂を流すことだってあるんだからさ。確かにお嬢ちゃんの言う通りだ。すまない、君のおかげで目が覚めたよ。それじゃあ私はこれで。いきなり名指しで批判された時はどうなるかと思ったけど、なんとかなるものだね。けど一体誰？ネットで私の変な噂を書いてるのは。さて、そろそろ時間だけど、ノアルはまだかな。とりあえず来るまでは暇だし、買った本でも読んでみようかな。どれどれ、ミステリーサークルの秘密に、ネットラダムスの大予言、グランドクロスに精神文明があるんだ。どれも面白そうだけど、探してるアイテムとは関係なさそうかな。黄金の頂に関する予言ってなんだろう。この手のオカルト大好きっ子の私でも初めて見るかも。その者、金色の鎧をまといてゲーム業界に降り立つべし、失われし信仰と民の絆を結び、ついには民を黄金の頂へと導く。うわー、なんかのアニメで似たフレーズを見たことがあるようなないような。けど俺も探してるアイテムとは関係なさそうかも。待たせたわね。そっちは何か見つかった？それが本とか買って調べてみたけど全然ダメでさ。本ってまさかそれですか？そうだけど。あなたね、まあいいわ。歩きっぱなしで喉も渇いたし、冷たいものでも飲みながら話さない？すんぜー、ちょうど私も喉が渇いてたところなんだ。じゃあ決まりね。さっき気になるところがあったからそこに行ってみましょう。そうと決まれば手は急ぎだよ。ちょっと何いきなり走り出してるのよ。場所わかってるの？到着！って、待ち合わせに早く着きすぎたかな。まだ誰も来てないや。お、こんなところに本？誰かの忘れ物かな。ちょっと読んでみようっと。ふむふむ。なんだって？このままじゃゲーム業界が滅んでしまうなんて。何か滅亡を回避するための方法は？あった！黄金の頂の予言、きっとこれだ！おーい！ B 社！あ、C 社！大発見！大発見だよ！ゲーム業界が滅びるんだって！は？ここなら静かだし、落ち着いて話せそうね。おお、まさかプラネテュームにこんなおしゃれな場所があったなんて驚きだよ。ここあなたの国のホテルのロビーなんだけど。まあいいわ。ベイルとブランも独自に調査してくれたみたいだし、通信端末のグループ会話機能を使って打ち合わせしましょう。ユニ、準備お願い。任せてお姉ちゃん。ブランさんとベールさんを呼び出してと。お待ちしていましたわ。
こっちは何かめぼしい情報はあった？それが全然ダメ。そっちは？ゲーム業界の古い文献を調べてみたけど、探しているアイテムに関することは何もなかったわ。そう。ベールはどう？確信のある情報ではありませんが、初代プラネティウムの女神が聖地としていた場所なら分かりましたわ。そこならイストワールを作ったとされる女神が何か残している可能性もありますわ。正直眉唾者ね。それはどこから得た情報なの？ネット掲示板の N チャンネルですわ。 N チャンネルって一番デマとかいろんな書き込みが溢れてる場所じゃない。ですが、それぞれ専門の板には思いもしない専門家がいるんですのよ。それに4女神オンライン2、私が今遊んでいるオンラインゲームなのですが、そこのフレンドが偶然ある大学で歴史だったり考古学の教授をしているらしく、やはり似た伝承を知っていましたの。となると今のところ当てはその聖地という場所くらいね。信じちゃうの？これが教授からもらった地図ですわ。まさかネット掲示板やネトゲから情報を見つけてくるなんて、まさに棚からプリンだね。それを言うなら棚からボタモチでしょう。そうとも言う。じゃあ早速みんなでここに行ってみようよ。何気にまだ行ったことない場所みたいでした。そのことなのですが、申し訳ありませんが、これ以上の協力は難しいんですの。同じく一緒に行ってあげたいのは本当けど、国内のゴタゴタで手が離せなくて。私もブランと同じ理由ですわ。私に関して変なデマや噂を流している輩を捕まえなければなりませんの。てっきりベールさんのことだからネトゲが忙しいんだと思ってたわ。あれ？けどさっきネトゲでフレンドに聞いたって言ってたような。それなら仕方ないって。じゃあ3人で行こっか。ノアル、ユニちゃん。そのことなんだけどね、ネプテューヌ。まさか私の心の友たるノワールは。そんなことないよね。もうなんであなたはいつもそうやって私の先回りをするのよ。もしかしてノワールもなの？守護女神の転換期ですもの。ラステーションの変な噂やデマにデモに、ベールたちとほとんど同じ状態なのよ。じゃあなんで来てくれたの？大変なんでしょ？それはそうよ、ユニよ、ユニ。お姉ちゃん。ユニがどうしてもネプギアが戻れるように手伝いたいって言うから、妹の友情に感銘を受けて姉として手伝いに来たってわけ。しないでよね。ちょっとお姉ちゃん、何言ってるのよ。そのことは内緒って言ったでしょ。てかむしろお姉ちゃんの方がネプテューヌさんに会いたいとか、私がいないとあの子はダメだからとか言ってたくせに。うわー、何変なこと勝手に言ってるのよ。ふーん、ノワールが。そうですか、そうですか、ニヤニヤ。そこ、ニヤニヤしない。もう帰るわよ、ユニ。ネプテューヌも手伝ってあげたんだから、あとは自分でちゃんとしなさいよね。それじゃあネプテューヌさん、ネプギアのことお願いしますね。ノワール、ユニちゃん。
も飲み切ってないのに。ここからは一人か。でもみんなが手伝ってくれたおかげで目星はついたし、頑張ろう。
っぽいけど、それらしいものは…宝箱も墓標も何もないっぽいかも。っていうことは、展開的にはボスモンスターが現れて倒して入手ってパターンだったりして…しなさい。さあ始めるわよ。私たちの戦う主人公の力見せてあげるわ。いざ戦場に勝負。気合を入れていくわよ。我は作る程度確実に仕留める。弱い今ね。この間合いなら何今だ。弱い。この間合いなら食らいなさい。何いざ戦場に勝負。アイテムを使うわ。一気に決めさせてもらう。確実に仕留める。もらった。今だ。弱い。いざ戦場に勝負。こんな程度。良き旅を通よ。クリティカルエッジで切り裂くわ。この俺。一戦。何？こんな程度。この俺。そこ何もらった次旅の戦悔いなし汚いレベルアップ。だいぶシェアが落ちているみたいね。けどこの程度のモンスターにはいいハンデね。シローの入魂パッチはどこかな。あれ地面に穴が開いてる。こんなところに穴なんてあったっけ。まあいいや、掘ってみようっと。あ、なんか出てきたかも。鉄の箱だよね。もしかしてこれがゾウなのかな。開いた開いた。さて中身は何かな。ゲームソフトだって、うわー懐かしいのばっかりだよ。ユニゴ13のゲームにワンダフルボーイ、オーガスにロードランナーまである。まさかこんな考古学的レトロなゲームソフトが埋まってるだなんて。もしかしてこれが初代女神の遺品なのかな。ってことはよく探せば。なんか手書きで入魂って書かれてるけど、きっとこのカセットだよね。目的のものも手に入れたし、早く帰らなきゃ。ここに行ってみようっと。よし、頑張っちゃうよ。アイちゃん、コンパ、イズの様子はどう？おかえりです、ネプネプ。イズさんは相変わらず気を失っているです。ネプコの方はどうなの？例のアイテムは見つかったの？じゃじゃーん、ちゃんと見つけてきたもんね。
でちゃんと他の女神様たちにお礼は言うのよ。みんな大変な時期なのに手伝ってくれたんだから。そうだね、後でみんなに時間ができたらお礼に何かをご馳走でもするよ。それじゃあ持ってきたアイテムを貸してちょうだい。早くイストワール様にインストールしましょう。けど、こんなカセットタイプのアイテム、どうやってイースに差し込むの？背中に差し口はないんですか？体中見てみたけど、そんな場所はないわね。ネプコ、そのアイテムには取扱説明書はなかったの？なかったよ。それは困ったわね。せっかく直せる方法があるのに、それが実行できないなんて。そうだ、だったらこのカセットをイーズの口にセットするのはどうかな。は？ネプネプ、さすがにそれは無理があると思うです。別な方法を探すです。大丈夫大丈夫、イースならこのくらい平気平気。よいしょっと、これで準備は OK だよね。この顔、絶対誰にも見せられないわね。自動プログラム起動、アップデートパッチを確認、インストールを開始します。まさか、こんな方法でインストールできるなんて。昔の女神さんもネプネプみたいな性格だったのかもしれませんね。ところで、パッチのインストールってどのくらいかかるのかな。わからないです。けど今はイースンさんを信じて待つです。そうだね、今はイースンを信じて待つしかないんだよね。以上は仕方がない。
今は逃げることを考えるんだ。なら正面から無理やり突破する。二人とも離れるなよ。まだ未熟者ですが、一生懸命頑張ります。